歩を進めて、その指導者たちがね、まあ、中国はその従来の社会主義とは違うんですよということで、まあ、そういうふうに、呼んだわけですが、まあ、特に改革開放という、まあ、外に対して開放的な、そして国際社会とも協力関係を取って、その中で、経済建設を進めていくという方針を取るようになって、あの中国の、まあ、もちろんですね、まあ、あの中国改革開放政策を進めてきて、さっき申し上げたように、まあ、いわば、長期間にわたって大変に驚異的な、まあ、経済発展、一時はもうずっとね 10% を超えるような2桁成長というようなことで、まあ、大変な成長を遂げてきた。そして間違いなくその人々の生活も大変に豊かになったということで、もうこれは大変な成果なわけです。かつて私がその中国にいた時代にですね、私の着古したあの洋服をねあげて喜んで受け取っていた、その中国の我々私の同窓生やなんかが今では私よりもお金持ちです。まあ、それぐらいね、あの、中国の変化というのは大きいわけですけども、あの他方で、まあ、あのこれだけ の, あの所得水準に達したと、まず全体に、まあ、豊かになったわけですが、まあ、ここまで来るとですね、あの役割はね、あの、まあ、もちろんあの日中には非常にお互いに関心を持つ共通の文化が多いんで、うん、あのこの日中友好会館でもあそこの場所があるんでね、うん、経済面ですね、経済とか面ではあの大変にマーケットメカニズム、市場経済というものも重視した中国は、まあ、特にそのいわゆる、中国がその